瞬間に分かりました、ええ、間違いですこれは違った。あの基本これ知ってると思うけど、はい、一本撮りなんで編集あのないんすよ、撮り直しとかないんす、はい、なぜなら編集めんどくさいからこのまま流すからな、はい、はい、どんなんだっけ、もう一回やって。スガチューブはーい、はい、瞑想中ですはい、はい、じゃあね、前々回っすか、はい、いやらしい手出してどうなんだっけ、チャリンはい、まあね、働く上でお金も大事と、うんね、大事ですよね、はいはい、ボランティアではないんですと、うん、いうことですね。まあそれは、まあ、ある意味プロであると、はい、だから、きちんと、知識も得なきゃいけないし、はいはい、みんなが喜ぶサービスを提供しなきゃいけないいうところにもと。さあそのプロ、はい、初任給聞いちゃおう聞きたい聞きたい初任給いやこれ多分みんな聞きたいと思うよ。本当ですか。え、大卒いくらもらえるの思うよね、みんなね。思いますね。ね、まあ10年前ですからその辺は。そうですね。10年前っていうのと法人からのまだね、そうです、パイプ椅子しかなかったから本当ですよ。言っときますけど、ああ、僕面接行った時、はい、パイプ椅子2つしかなかったそのパイプ椅子ホームセンターで980円、ね、あの、はい、当時僕が辞めた法人の上司がね、封筒やらボールペンやらなんか救援物資積んでね、本当にありがたかったですよね。ありがとうございました。ホチキスとか俺もう忘れない、本当。いや、僕封筒ですね。ああ。あの、ちゃんとプリントアウトされてる。ね、バンブーアイランドでね。本当にありがたかった。泣ける嬉しかったですね。ありがとう。ありがとうございます。で、はい、そんな貧乏法人の立ち上がり、はい、給料、はい、ね、まあ。そういった現状を理解してもらった上で、はい、発表します。発表します。じゃじゃん。おお、手取り16万。手取り16万だった気がします。あ、そうだよね。それで、あの、なんか資格取るときに借りて、その当時あれですもんね。そうなんですよ、現金手渡しでしょうね。本当にあの、シャブー通りでも、あれって、うん、すごくありがたい気持ちになりません？ああ、現金でなんか重みが伝わるというか。ああ、なるほど、はい、なんか古風な人間なんかそれを手渡しでもらったことにより、うん、ああ今月も頑張ったな、自分褒めてあげようとか、うん、大事に使おうとかって思ってたんですけど、うん、今もうね、銀行振り込んで時代は現金であげようかあ、ごめん、もうめんどくさいから無理だ。そうそうそうだ、ね、無理だ、はい、はい、なんかそういうところはね。16万だと、まあでも20万ぐらいなのかな。20万円もらって、うん、まあ税金とか社会保険とか払えてね、はい、そうなんですよ。資格取ってね、1万ずつ返金してましたね。16万渡して、はい、1万円って返ってきた。それが今やね、はい、資格取得で補助ついてね、信じられないですね。ね、タダで取れちゃう。いや、本当にその話を聞いた時にびっくりしました、本当に。何もかもがよちよちで。そうですよ、でも自分でやっぱ金払って取ったとか、はい、ね、そうやって現金でもらってとか、やっぱいいですよね。そうですね、うん、がむしゃらになります。うん、ね、本当に。そうですか、16万円でしたか。はい、なるほど。まあ20万円もらって16万なんでね、まあ学生さんも最初そんな感じかなと思いますけどね。ね、10、うん、まあ10
7、8ぐらいなんですかね、手取りがね。うん、まあそれが多いか少ないかっていうところですけど、まあこれぶっちゃけどの法人もあんま変わんないと思うんですよね。だいたい大卒の給料20万、まあ今だと21万近いのかな。まあ夜勤すればもうちょっとつくけどとか、通所だったらまあそれぐらいかなとかね、いう感じですね。あの1万2万そんなに変わんないのかな。変わらないと思いますね。ね、そうするとあとなんか、まあ、どう選ぶかっていうところに、はい、ね、なんかほら求人票とかで見ても分かんないから、まあ、とりあえず説明会行きますと、はい、で、まあ、給料20万なんですねとかって言って、なんかこう分かんないこと多くないですか。分かんない、そうですね、なんかその仕組みがよく分かってないですよね、うん、きっと、うんうんうん、若い頃って、うん、そこに働いた時間分がプラスされるのかどうかとか、あ、今話題の時間外ってやつですね、はい、去年入ってきた子が、はい、今月給料減ったとか言っててで減ったと思って、でもう減ったって言われたから、こういうなんか計算ミスとかあんのかなと、まあ、給与担当に確認したら、はい、時間外が減ってた。当たり前ですよね。あるあるですね。ね、時間外は増えると。それは増える要素なんだ。それをね、給料減ったって言ってたからね。なるほど、うん、そういう感覚なんですね。そうそうそう。その辺も分からなかったですし。まあ、あと例えばですよ。はい。給料20万で時間カウントがほとんどない法人。20万円ですっていうのと、うん、基本給16万円なんですけど時間外が、まあ、例えば40時間分ついてるんで20万円ですと、これもまた全然意味が違うじゃないですか。そうですね、ここ難しいですよね。うん、ただこうなんですかね。ちなみに、はい、うちの法人の一番最初はそれだったんです、はい、そうですね、いくら働いても20万円です。そうですね、ね、うん、ブラック企業でし言わないでおいたのにいくら働いたって20万です。もう深夜まで頑張ったって、はい、もう毎月毎月20万円の支給で、まあその何手渡して16万円です。そこから資格取得のお金借り入れ1万円返すみたいなね。途中から変わったじゃないですか。変わりましたね。ね、基本給が、まあ、例えば16万円ですと、はい、で、40時間分がちゃんと計算されて出してます。でさらに今ね、あのむちゃくちゃ働く人はなんかさらに時間外が無尽蔵についていくみたいなね。びっくりですよね。すごいでしょ時間外ね。びっくりですよね、はい、そうそう、自分が、ね、どれがいいのかなっていう、よく考えた方がいいですね。え？ちょっとごめん、分かんなかった。言いますよ。どういうこと？どういうこと？いや、なんか時間外でも、そこはちゃんと確認した方がいいと思います。うん、うん、そうですよね、うん、なんか働いてんのにって後々思う、うん、だったら、うん、最初にうん、その辺もね、やっぱり働いてる方も幸せにならないといけないと思うので。なるほど。働いたら働いた分、ね、入ってきた方がいいじゃないですか、うんうんうん、結構時間曖昧な法人さん多いですからね今ね。そうなんですね。そうそうそう、やっぱなんかね、あの時間カウントってやっぱ結構なんか丸めで終わってたりするんで、まあ、ちゃんとね1時間、まあ、例えば、月の労働時間は、まあ、173時間ですよと。じゃあ173時間に60時間足しちゃったら、ね、223時間でその分ちゃんとついてますよとかね、うん、まあ、そういうそので、ちなみに、はい、ね、時間外って1時間の時給ってね、
時間が 1.25 倍ですから、はいはい、それもちゃんと掛け算して出てんのかなとかっていうのはありますね。そうですね、みなし残業って危ないんですよね。わかんないもうね、自分はあんまり給与明細とか確認しないタイプなんですよね、はい、奥さんが今月は1万多いとか少ないとか言ってるでしょ。しかも昔からいるからね。そうなんですよ ね時間管理自分としてはルーズになってますよね、うん、昔はひどかったですね。今よりもひどかった気がします自分はね、老兵が来たぞなんですけどねずるずるずる、ね、仕事してたか遊んでたか分かんねえみたいな、ね、本当ですね。でもなんかそんな時間も楽しかったですけど、でもやっぱり今もう働き方改革とかも言われてるじゃないですか、うんなんかこうただただ残業するんじゃなくて、やっぱり内容もね、うん、大事ですよね、うん、そうですね、うんはい、なるほど。まあただただ残っておしゃべりしてたんだよね。これはまた変な話だし、あとは早く終わらせて早く帰るみたいな。いや素敵、うんね、やっぱプライベートの充実は大事ですよ。大事ですよね。ただいまの時間9時12分、YouTube 撮るだけのためにこの時間みたいな。はい、おーい、充実してまーす。まあ好きなことだと割と気にならなかったりするのかな。そうですね、なんかあっという間だと思います。ねえ、はい、まあそんなわけで、はい、確認しておいた方がいいよっていうのは、うん、まあ提示されたお給料の中に、まあちゃんと、まあお給料というか時間をカウントされてますかっていうことですかね。そうですね、うんうん、あなたの時間カウントされちゃう。メロなんだろ。はい、9時14分でございます。はい。まあ時間カウントされてますかとか、まあその時間が時間外なんですかとかね。そうじゃないとかね。あの見えないところいっぱいありますから。あとあれですよね、はい、法人のいいとこばっかり聞くと間違いますね。そうですね、ね、うん、だからまあ、洗いざらい喋ってくれる法人が正しいんじゃないかなって思います。そうだと思います。ね、本当に、うん、うちのデメリットもね、特に思い当たりません。怪しい企業になっちゃった。はい、まあいろんなところをたくさん見ていただいてね、大きい、ね、小さいもあるしね、うん、はい、あ、そっか、なんかちょっと法人の特色なんか次回ちょっと一本取りましょうかね。なるほど、はい、まあ迷子になってる住谷さんが次どう入ってくるかっていうのを教えていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はおしまい。長くなっちゃった、はい、バイバイ、はい。